皆さん、明けましておめでとうございます。こんにちは、木下ゆうこです。はい、皆さん、2021年になりましたね。令和3年でございます。正夢は見ましたか？あ、今日見るのか、正夢って。正夢じゃ、初夢か。伊達正夢に引っ張られましたね。初夢は1月1日の夜、今日見たやつが今年初夢です。皆さんの夢の中に那須富士が出ますように。今年もね、いっぱいいろんなものを食べたいと思います。今日はですね、じゃん、今年も銀の皿をたくさん買ってきましたよ。やっぱり1年の始まりはね、お寿司と行きたいものです。でね、今回買ってきたのが年末年始限定のものとかいっぱいあるんですけど、じゃあまずこの目立ってるやつですね。こちらがことぶきです。じゃあ開けてみましょう。特別感がありますね。わー、ちょっとこれは置いておいて、あ、なんか立派なお箸がついてますね。それで皆さんで集まった時とかも安心ですね。開けてみます。バン、じゃーん、すごい、なんて綺麗なお寿司たちでしょう。もう高級な食材がいっぱい入ってますね。この世の贅をここに集結させております。あとこれなんですかね、気になってた。これを開けてみます。まあ、かわいい。これはなんかね、かりんとうだって。3種類の箱に入ったかりんとう、こんなお正月っぽい、お正月気分を味わわせてくれますね。わー、美味しそうなかりんとうですね。これはちょっとお寿司を食べた後にみんなでね、お茶を出して食べるのがいいですね。美味しそう、ドラメのかりんとうだって。あ、これはすごいです。金箔のついたかりんとうです。イタリアくせいですね。お寿司が入っているのも金色です。この裏も黄金です。はい、じゃあ次行きましょう。まずこちらがおめでたいお名前ですね。サチというお寿司です。で、こちらがフクです。で、最後にこれが銀です。はい、で合計で今回ね、215貫食べたいと思います。2021の21が入っております。計算しました。で、今年もね、美味しいものをいろいろ食べたいと思います。2021年初食べです。食べたいと思います。じゃん、並べてみました。おっちゃん、お寿司だよ。はい、2021年初論です。今年もよろしくお願いします。はい、2021年はお寿司をグラデーションで並べてみましたよ。いただきます。で、今日はですね、この平和酒造の山本さんからいただいた山田錦キットの日本酒を飲みたいと思います。お正月ですからね、おめでたいですからね。倒れて飲んだ、倒れていきましょう。乾杯。あー、香りがいいですね。美味しい甘みがあって。じゃあお寿司を早速食べたいと思います。お箸も猫ちゃんです。招き猫ちゃんです。まずはこちら。久しぶりのお寿司、美味しい。いや、昨日ちょっと海鮮が食べたくなってデリバリーを頼もうかと思ったんですけど、お寿司か海鮮丼か。でもちょっと明日食べる予定だったから我慢しました。すごい歯ごたえがあって美味しいですね。あ、そうだ、ことぶきはね、ちょっと乗らなかったんで今移動させています。これをね、食べ終わったらことぶき食べようかな。これはイカさんですね。コリコリとした歯ごたえで美味しい。こう切れ目をね、網目状に入れてくれとるから、イカは硬いはずだけど噛み切れて食べやすいです。お寿司や日本酒がよく合います。これはね、ついてきたお吸い物です。マリの麩が入ってて可愛いですね。落ち着きますね。次はホタテです。貝の甘みがとろけます。ホタテってアワビとかに比べてめっちゃ柔らかいですよね。不思議だな、同じ貝なのに。これはミル貝かな。
シャキシャキコリコリとした歯ごたえがいいですね。そして金目鯛です。そして立派な立派なエビです。生エビ。どうしようどうしよう。甘くてとろけます。もうそして海の中でね、元気に跳ね回ってたんだろうなっていうこの歯ごたえ、たまらないですね。弾力。やっぱりお寿司は手で食べるのも美味しく感じますね。うん、私もいい1年になりそうです。美味しいものいっぱい食べるぞ。はい、皆さん見てください。カニ付き、あ、殻付き、カニ付きじゃないわ、殻付きのズワイガニです。おー、おいしい。あー、カニの旨味が最高ですね。しかもお寿司だからめんどくさくなくていいですね。殻を剥かずに食べられるから王様になった気がする。エビ、ゆでエビ、うん、なんかゆでると歯ごたえ増しますよね。美味しい。そしてサーモンです。サーモンね、全部で 1,2,3,4,1,2,3,4,16貫あります。サーモン天国です。オレンジ色、甘くてとろけます。このサーモンのこの特有のね、この香り、旨味いいですよね。サーモン大人気、お子様にも大人気ですからね。あ、ご飯が、あ、そして中トロですね。これはもう脂が海苔に乗っています。うん、脂が乗ってるからわさびの辛みとすごくよく合うこと。あ、日本酒がよく合います。やっぱ米からね、作られてますからね。うん、脂が乗ってるから柔らかい、舌の上でねもうとろけます。お次はマグロですね。マグロも柔らかくて美味しい。うん、結構さ、ネタが、ネタ？ネタが大きい。アナゴです。アナゴさん。うん。あ、甘だれがね、よく合います。ネギトロ。来ました。ウニです。大人の味ですね。2021年も顎関節症が今年完治したいですね。最後顎関節症なんかに、うん、いくらプチプチで美味しい。うん、おー、いくらの中からプチッとね出てくるこのいくらのエキスがシャリと海苔とね、絡み合って美味しいですね。卵美味しいんですよね、お寿司屋さんの。うん、甘くてふわふわ、ぬかりもね、しっかりついています。さあ、第1陣を食べ終わりました。第2陣に行きたいと思います。あー、今年はな、初夢何見るかな、毎年忘れるんですよね。なんか夢見た気がするけど、何見たっけなみたいな感じになるんですよね。でも私、赤フチ見たか、サンナスビ見たことがない。ナスビの夢見る人なんかいるんですかね。お寿司食べてたらね、体が冷たくなってくる。あ、塩もいいですよね。最近私なんかで見たんですけど、ブリのお刺身ごま油つけると美味しいんだって。ブリないね。でもなんかもしかしたら合うのがあるかもしれんけど食べてみよう。ごま油と塩か。ごま油塩とお塩です。ホタテって塩に合いそう。うん、あ、塩で食べると素材のね、旨味がよく出ますね。ごま油塩つけてみよう。うん、
意外に合う、美味しい。だってユッケとかもね、このタレだもんね。美味しい。うん、なんか結構ごま油味を何にでもいけるわ。カニもカニ酢とかで食べたら美味しいかもないけど、なんかお醤油も美味しいけどね、なんか濃いんよね。さっぱりとは違うけど、ごま油とかお醤油も美味しい。なんかまろやかに食べられる。ポーニョポーニョ魚の子が落ち着いてた。ポーニョが逃げた。イカは塩で食べると美味しい。はい、最後の第四陣です。もうここになんか分け目ができてるんですよね。じゃあ3つのおけ最後の一貫です。じゃあ最後ことぶきで締めたいと思います。いやもう贅沢ですね。ことぶきにはね、こういうお品書きがついています。中トロ、マイカ、マグロ、サーモン、有頭大生エビ、ヒラメ、昆布締め、大車エビ、アワビ、大ズワイガニ、キンメダイ、ウニ、イクラ、富山白エビ、切り卵となっております。贅沢ですね。じゃあ大好きな大トロからいただきます。うん、脂がノリノリです。このエビも色がいいですね。これは車エビです。うん、さすがの弾力と風味です。キンメダイ、いやでも高級なネタばっかり入ってますね。さすが縁起のいいお寿司です。これはなんとアワビです。汁を食べてみよう。うん、コリコリです。富山白エビですね。地名がついている。富山ブラックみたい。マグロ、すごい。これはね、有頭車エビです。ブリブリです。頭がついています。これでお味噌汁作りたいですね。ヒラメ昆布締めか、これ。もうなんで今日ここ前髪がさ、ここで分けれるんやろうか。最後のトロです。中トロ、最後の一貫です。カニ、
完食です。ごちそうさまでした。2021年初お寿司めっちゃ美味しかったです。いやーもうね、大好きな中トロとかズワイガニとかね、もう贅沢なネタばっかりで幸せでした。もう超高級でしたね。はい、皆さん今日のお寿司全部でおいくらだと思いますか？まあ3年書いてるから知ってると思うんですけど、全部で8万円です。わー、木下さん一食で8万円食べました。まあ新年1回目ですからね、贅沢に行ってみました。皆さんも美味しいもの食べてください。今日お仕事の方はお疲れ様でした。お正月休みの人はゆっくり休みは楽しんでください。じゃあ今年も皆さんよろしくお願いします。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて楽しく過ごせますように。 Let's eat and smile。 じゃあ皆さん、うがい手洗いマスクなどね気をつけて毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。